はい、どうもよろしくお願いいたします。まあ、世の中なんか納得いかないことってありますよね。例えば指でなんですけどね。なんか親指、人差し指、中指、薬指、小指。いや、まあ手とかはわかりますよ。足の薬指と人差し指って何？いや、足で人刺さないし薬も塗らないでしょ。おう。っていうか、まず人差し指もおかしい話ですけどね。人差し指ってご丁寧についてんのに、指で人を刺すな、どないやねん。いや、でもね、一番納得いかないの、ドレミの歌ですよね。ちょっと歌いますね。なぜかファーストテイクの位置。ドはドーナツのド、レはレモンのレ、ミはみんなのミ、ファはファイトのファ、ソは青い空、シは幸せよ。さあ歌いましょう。いや、もう散々歌ったわけ。ほんで、ソは青い空って何？なんでそこだけ？ソで始めるよ。青い空ってもうね。しかも知ってます？ 2 番ありますからね、ドレミの歌って。あんま知ってないでしょ、ドレミの歌に2番あること。どんな時でも列を組んで、みんな楽しくファイト持て、空を見上げて、ラララララララ、さあ歌いましょう。だから散々歌ったわ。ほんで、ファイトを持ってって何？ファイトって持つも違うでしょ。で、ラーララララララって、もうちょっと頑張ってほしいよね。あと、なんか気持ち悪い。これはどうでもいいけど。統一するなら、なんか1番で出た歌詞と2番で出た歌詞、統一するなら統一してほしい。何？どんな時でも列を組んで、ドーナツ、レモン、もう。で、さあ、歌いましょう。散々歌ったわ。どうもありがとうございました。